江戸城僧構え。左側外周、おなり門ため池水道橋、及び水道橋一橋門の日本橋側が外堀。外堀とは、かつての江戸城の堀の内の外側のものの総称である。かつては、水路で江戸城を取り囲み、また内堀や東京湾ともつながっていた。現在は、外堀に、ほぼそう形で外堀通りが通っている。 1970年代の飯田号を埋め立てまで、堀を埋めることがたびたび行われてきたが、現在では、都市景観の一つとして保存していこうとする考えが、一般である。外堀沿いに本社を有するヤフーや、前田建設工業など19社が、水の流れの復活で外堀を浄化、再生しようと、外堀水辺再生協議会を立ち上げ、企業連合を作って、市民と連動して、 景観を良くしていこうという動きが見られる。千代田区から神田地域を除いたエリアの図。かつてはこの輪郭をほぼ完全に水路が囲んでいた。外堀の語を広い意味で用いる場合、その経路は概ね、現在の東京都千代田区から神田地域を除いたものの外周である、ということができる。またこれに加えて、飯田橋等の神田川下流部までを外堀に含める場合が少なくない。 本校ではこれらについて便宜的に、また、のの字を描く順に、日本橋側の一部、外堀側、塩止め側の一部、正半部、神田側下流部に区分して扱うこととする。なお、実際に、外堀の語が使われる際には、文脈や和射によって、これらすべてを含む場合、神田側以外を指す場合、日本橋側以外を指す場合、外堀側の実を指す場合、あるいは、 西半部神田川下流部を指す場合など、様々な用法があり、この点は、混乱を招きやすいので注意が必要である。日本橋側とは、水道橋駅の西、神田川の小石川橋の田元から南下し、大手町の北園から、五福橋北、日本橋を経由し、永代橋付近で隅田川に注ぐ水路である。この川の西半部は、外堀の一部を構成している。なお、 この部分を外堀側に含める場合もある。この部分は元日向川と呼ばれ、小石川沼から江戸湾へと注ぐ主要な川筋だった。江戸の都市整備で上流を神田川に奪われ、その後は小さな水路に過ぎなかったが、明治になって、千運のため再度神田川に接続された。現在は首都高速池袋線に蓋をされた形になっている。現在の一つ橋、神田橋、 常磐橋のたもとにはそれぞれ一つ橋門、神田橋門、時葉橋門があった。また、木木橋のやや南には、木木橋門があった。現在、時葉橋門周辺は小公園になり、門の移行を見ることができる。かつて五福橋交差点付近で日本橋側から分流、千代田区と中央区の区界を南下し、土橋交差点付近で潮止め側に合流していた流路。 戦後埋め立てられ、水面を失った。現在、首都高速や S 線の地下車道が走っている区間に、ほぼ相当する。徳川家康が江戸幕府を開いた頃は、外堀川近辺は、江戸前島と呼ばれるサスであり、それより、江戸城よりには、日比谷入江と呼ばれる入江が存在した。慶長期江戸城の外郭である外堀川の、開作時期は二節あり、一つは、 関東入国から開幕前の日向は移設時に改作されたとの説、もう一つは1606年よりの天下布神による江戸城の建築、整備をする際に日比谷入りへ埋め立てと並行して改作された説がある。川の西側は、普代大名の上屋敷がの木を連ねる、武家地、東側は町人地として計画され、川にはいくつかの門が設けられた。江戸時代以来、 近年に至るまで水運の用としても機能してきたが、戦後に瓦礫処理のために埋め立てが進行。1949年に五福郷から丹野郷の間と八重洲エリアで埋め立てが完了し、1954年から1956年には山下橋から新災和橋が埋め立てられ、1959年までに五福郷付近を若干残して全域が埋め立てられ、 水路としての外堀は消滅した。西銀座デパートや鉄鋼ビルディングが跡地に立つ。日比や堀から繋がっていた堀は幕末前後に埋められている。江戸城の構えとしての門はすべて明治時代に撤去されている。関東大震災において堀から西に逃げる人々が消死したことを受けて四つの橋が架けられた。後に水面を失ったためすべての橋は現存せず、 交差点名などの地名を残すのみである。ため池の南東端、現在の特許庁のあたりには落とし口があり、そこから東は塩止め川と呼ばれる水路が東京湾へと通じており、虎ノ門、幸橋門などがあった。その後、川も門も失われて、痕跡も残っていない。虎ノ門に近い霞ヶ関古門ゲートの敷地内では、かつての堀の石組が発掘され、 銀座線、虎ノ門駅11番出口近くに所在する、江戸城外堀跡地下展示室で、解説展示されている。飯田橋四谷間の3箇所、及び赤坂見付付近に水面が残っている。それ以外の埋め立てられた場所は、JR の線路、道路、下駄履き形式の駅ビルなどのほか、公園やグラウンドなどにも転用されている。残された堀には、合流式の下水道から、 大雨の度に下水が流入する上、ほぼ閉鎖された水環境で水循環が乏しいため、長年にわたり大量のヘドロが堆積。科学的酸素要求量、生物科学的酸素要求量は高くなりがちで、夏場には異臭とともに青子の大量発生も見られる。そうしたことから、東京都が1964年東京オリンピック開催時、 千代田区が1992年の南北線建設時に合わせてヘドロの除去作業を行った。都では2020年東京オリンピックパラリンピックの際外堀通りはマラソンコースに当たるため国内外の競技者や観覧者へのおもてなしの一環、都内における水辺で快適な空間を創出することを目的に2018年度から通算 3, 3度目の 外堀の春節作業に着手し、オリンピックイヤーの前年に当たる2019年10月までに、牛米堀までの春節を終えたいとしている。現在の利用状況、史跡としての現状にも触れつつ、ため息を起点として時計回りに解説する。飯田橋駅東口の近辺で、外堀は北からの神田川と合流し、伊東も神田川と呼ばれる。この部分は、 完全に人工的な水路であるである。お茶の水駅近辺など、両岸に高い崖を見せ、北から南へ伸びる尾根筋を強引に横断したもので、あることを物語る。現在まで暗渠化されることもなく、豊かな水面を維持し、東京の都市景観の大切な一要素となっている。王子、隅田川までの間にさらに三つの門があり、また水道橋、 小平橋をはじめいくつかの橋も架けられていた。なお、内堀の一部である、現在の桜田堀を古く、弁慶号と呼ぶこともあったようであり、この点には注意が必要。ありがとうございます。